1 2 3 4 5。ホーセーバーやっております加藤です。今回は誰でもできる工業用ミシンのスタートアップシリーズの釜調整の動画を撮っていきたいなと思っています。まずはじめに釜というのはミシンの下に入っているこちらのパーツを釜と言います。本縫いのミシンが縫える仕組みというのは、針の先から出た糸の輪っかが剣先という部分がその輪っかを拾うことによって縫うことができます。釜の調整がなぜ必要なのか説明します。それに大きく関わってくるのが針の太さになります。針を太くすることで先ほどの話であった釜の剣先が接触してしまいます。これは針折れの大きな原因の一つとなります。逆に針を細くした場合、針と釜の間に大きな空間ができてしまい、針先の糸の輪っかを釜がうまく拾えないことがあります。これが目飛びの大きな原因と言われています。太い針から細い針にする場合、釜の調整をしなくても目飛びのリスクが高まってしまうだけで、ミシンのパーツ自体が壊れるということはありません。一方、細い針から太い針に変えるときは注意が必要で、針折れのリスクが高まるだけではなく、釜自体を傷つけてしまったり削ってしまったりすることで、こちらは交換が必要となってくる場合があります。こちらの釜ですが、1個5000円から1万円程度で取引されており、高価なパーツとなっています。なんとなくイメージしていただけましたでしょうか。ホーセーバー、ハリー棒の位置を正す。ハリ棒っていうのはどれだ。これですね、ハリ棒。まず手で回してもらって針を一番下に持っていってもらったら線が見えます、うん、線が見える、はい、線が見えますので。どこにあるんですか。正面から見たら線、あ、これか。ちっちゃいなんか細かいのありますね、これ。これですよね。そうです、そうです。線が3本あります。3本？一番上が針棒細管で、うん、2番目が釜のスクイッチ。もうここ今見えてるでしょ。あ、本当だ。あ、本当だ。ちっちゃく見えてる。はい。これは何ですか。それは糸切りタイミング。糸切りタイミング。はい。あ、それは難しいんで無視してもらって。これか。針棒最下点ちょっと見えてるぐらいで大丈夫ですか。そうですね、それがちょっと見えてるぐらいの針棒最下点、うん、これがずれてるってこともあるってことですね。あります。それ調整するときは、あ、これか。これを開けて、中に白いネジがありますね。ありますね、はい。これで緩めて調整するってことですね。緩めて、で手でも手で上に上げたんです。上に上がっていくと。あ、本当だ。あれなんか結構硬いですよ、これ。硬いです。こう右左こすりながらこうギョ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 とやれば動きやすいです。ああ、本当だ。それで上下に上下に。ああ、なるほど。あ、本当だ。回しながらというか、ブリブリブリ。これが一番下に行ったところで、それが最下点です。それをつらつらに合わせるんですよ。あ、これ。それ、そうです。それをつらつらに合わせます。まあ、分からないようになった時にはミシンを倒してもらって、針を一番下に今なってますか。今一番下になってますね、はい、でこの横の穴を見てもらって、針の穴が3分の1見える程度にしなきゃいけないんですよ。針が下がった時に、針穴が3分の1見える程度、針が見えないですけど。まず針板を、これ針板なんですけど、ドライバーで外します。釜のネジ3つ外す。3箇所ネジがあるんで、プリで回しながらネジを頭を見せてドライバーで緩める。1つこれ大きいのと、それと3つ全部ですよ。あ、これ、それ全部です。ちっちゃいのとこれ、それです。あ、を緩めると。順番は別に構わない。構わない。はい。釜だけに。釜だけに。はい。あ、緩んじゃった。はい。大丈夫。
ブスブスの状態を見せてあげたことがいいかもしれない、うんうん、あ本当ですね、動きますね、うん、はい、これをフィット合わせて、ここに合わせてもらわないといけないという作業をしてください、うんうんうん、最下点で、これが、いやこっちが最下点、上が最下点、上が最下点ですね、でここのがそこから下に2ミリ引いてる線が釜のスクイッチです。本当だ、2ミリだ、2ミリだね、ヤマト上位作ってる、本当だ、はい、針棒最下点から2ミリのところで釜のスクイッチ、うん、どう覚えてる、で、まず下まで下ろして、これが針が上がる途中で、え、どこ行った、もう記述全然上ですよ全然この辺来ましたもう一回これでしょ、あ、違うか、あ、こっちですよね、これが最下点まで、最下点まで下がって上に上がって、はい、そこです、手前手前回していただいてね、手前手前回して、はい、そこです、そこ、あ、上がりすぎ、はい、いや、下がりすぎ、もう一回して、そこです、あ、ここ、そこ、これがいいというか、ここに合わせて、ここに今来てますね、はい、なるほど、はい、そこで釜のタイミングですね、これが釜のタイミング、はい、この位置を合わせたらもうプーリーは触れない、うん、触ったらダメです、あ、そうなんですか、そうです、ここでもう触っちゃダメと、はい、もう触っちゃダメです、はい、と、で、この状態で剣先を合わせちゃいましょう、剣先を探すと、剣先、あ、そう、あ、これか、ちょっと待ってですね、ちょっと、あ、違うの、いや、それですよ、これか、で、今この剣先が針に当たってて、その距離が 0.05 から 0.1 の左右の距離を詰めて調整しなきゃいけないと、で、まあ、これ標準の厚さの紙ですけど、まあ、これが、まあ、入るか入らないかぐらいの厚みに、ね、ああ、それ分かりやすい、はい、調整しますと、よいしょ、いいのかな、ちょっと突っかかるぐらいですかね、今入れた時にちょっとガサガサっていう感覚が出るぐらいですね、ガサガサっていう感覚、まあでもこれスッと入っちゃいますね、なのでドライバーでもコンコンコン、超微妙ですね、指でいけるな、これ指でいかれても大丈夫、 あ、そうなんですか、大丈夫、自分の一番やりやすい方法で、なるほど、僕はちょっと締めてドライバーの先でコンコンってのが好きです、うーん、で、これが紙で、あ、これはもうきついってことか、きついですか、すると逆にきついからドライバーで緩めがこう叩くってことですね、ここよりも中にドライバー入れちゃった方がいいかもしれない、そのボビンケースを入れる、ここ、いや、ボビンケースを入れる、ボビンケース、うん、こっちの中から、あ、こっちから、はい、下から持ってください、この辺の部分、はい、あ、ここで叩く、そうですね、真ん中中心を、あ、行き過ぎた、お、こんな感じ、お、感じじゃないですか、いいですね、はい、針を指で押した時に気持ち少し針が動いて剣先に触れるくらい、まあそんな感じかな、はい、でネジを締めます、これ動いたら最悪ですね、このネジのがちょっと緩んでたら大変ですよね、大変ですね、大きいネジを2つ締めて、はい、小さいネジは予備ネジになってくるんで、昔はその小さいネジはなかった、糸切りの釜になってからそのネジは突き出した、でも基本大きいこの大きいネジを2つガンガンと締めて、ちっちゃいネジで締めて、うんうんうん、なるほど、にした方がよく締まります、なるほど、1、2、1、2、1、2、1と、はい、できた、で、針倒せと、できました、釜調整、ホーセーバー、今動画を見ていただいた通り、たった15分のミシンの調整だけでミシンのランニングコストがぐっと抑えられると思います。この調整を今までしたことがなかったという服飾の学生さんや、趣味でミシンを使われている主婦の方、また僕らと同じように縫製業をされている方の新人さんの研修のビデオとして、こちらの動画を使っていただけたら大変嬉しく思います。はい、以上で釜動画の調整の動画を終了したいと思います。
最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画が少しでも面白い役立ったという方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。